ズルニャチは、あのズルニャチはって何ですかね。あれ、あんたの名前ってズルニャンじゃなかったかしら。ココニャンですよ。もう4年間も一緒に実況やってるんだから覚えてくださいよ。ネタに決まってんだろ。とまあ茶番は置いといて、今日は50秒スピランに挑戦していくよ。なんか見た感じ楽しそうなコースね。制作者さん曰く、遊びやすく楽しくしたんだって。それは楽しみなんだぜ。今回も安定のユースキンね。さてと、まずはトゲやら大砲やらいろいろあるわね。砲弾を足場にする感じかな。うーん、どうすればいいんだ。まずはリズムよく三段ジャンプを。綺麗に落ちてったが、黒の砲弾を踏む感じ。どうやら違うみたいだな。奥に一マス壁があったわね。ってことはそこで壁キックする感じか。どういうこと。ってどうするんだこれ。そういえば下に横パインがあるけど、使ってみたらどうだ。まずは左に行って、そのまま三段ジャンプだな。お、まさか。お、綺麗に砲弾で三段ジャンプが決まった。これは気持ちいい。そしてボム兵乗り継ぎか。おっと、これはボム兵を下に落としてブロックを壊してもらうのね。ってことはこういう感じ。ボム兵をしっかり下に落として、ちょろ、ボム兵爆発するの遅いって。もうちょっと空中で対空したいところだよな。いい感じにボム兵を5回踏めば。うん、なんか違う気がする。間に合わなかったか。よし、最大ジャンプで対空しよう。そういえば上にコインがあったんだよな。あ、そっか、コインがナビになってたのね。スピードを殺して確実に行くっていう方法か。そしてここは三段ジャンプか。このまま勢いに任せていいのかな。あ、ここでパウブロックを投げるのか。ネットが取れちゃったわね。ここで必要なのか。パウブロックを持ったら素早く投げなくちゃね。持ったらすぐ投げちゃえば。そうだな、すぐ投げちゃおう。てめえと思っちゃった。あらら、踏切の位置が若干違ったかしら。ここが踏切点。ここなら多分そのままネットをかぶれるんじゃないかな。よし、これで先に進めるぞ。そして次は、また砲弾が大量にあるな。追いかける感じ。ちょっとこれは気持ちいいやつや。からの三段ジャンプね。あっと、届かなかった。ここのバネで引っかからないようにしないと。今ぐらいの速さだったら大丈夫かしら。これでどやさ。おお、うまく乗りつけた。ネットも発射されたぞ。これは追いかけっこか。なんか楽しそう。おお、ネットがブロックを壊してくれたのか。そしてピースイッチが作動したってわけだな。そしてこっちに進んで、その果てなブロックは。あ、なるほど、忘れ物した。これはパウブロックね。さすがに時間が間に合わないか。いやー、でも結構進んだよね。さて、このコースのおさらいだよ。まずはここ、砲弾にうまいこと乗り継ぎだね。これはタイミングが計算されて作られてるよな。横パインで時間調整されてるわよね。そしてここ、ボム兵乗り継ぎ。すべて最大ジャンプじゃなくて、低めを少し入れることで若干のタイムが縮められるよ。へぇ、研究したのね。何回も死にながらだけどね。深いマネット持ったよな。うん、持ったら素早く被っていけばオッケーだね。さあ、でかい砲弾に置いてかれないように。ここで合流。そしてここからネットと追いかけっこ。本当に面白いギミックだよな。ココナン、今度こそパウブロックを忘れるなよ。わかってるって。確かこの上だったよな。失敗してんじゃん。これぐらいのミスなら大丈夫か。しかも今三段ジャンプできてなかったし。ぐるっとしてカバーできたね。そして真下に行くと。シャーボグだー。はい、というわけで無事にクリアすることができました。ギミック盛りだくさんで最後まで楽しかったわね。すべてが計算されてすごかったな。あ、一応タイムは更新できたね。うん、でもミスもちょっとあったし、まだまだ更新はできそうね。いやー、めちゃくちゃ難しいテクニックは求められてないから、気兼ねなくプレイできるな。うん、ボム兵乗り継ぎができれば最後まで進められると思うよ。さて、コース制作者のくるくるクールさん、ありがとうございました。このコースの ID は動画概要欄に記載しておきますので、よかったら皆さんもプレイしてみてください。というわけで今回はここまでにしたいと思います。それでは、ご視聴ありがとうございました。